こっちゃ会議の準備をやってました。本日も J グリーンに来ておりますということで、本日は J グリーンに来ているんですけども、いつもの方たちではございません。スペシャルゲストをお呼びしてます。こちらの方です。お願いします。こんにちは。お願いします。お願いします。陸上十種競技していて、サスケにも出演している伊佐です。よろしくお願いします。伊佐さんです。ありがとうございます。お願いします。本日は伊佐さんに来ていただきまして、対決をしたいなと思いまして。十種競技って、はい、もうすごいそのスポーツとか、はい、もう万能にできる方、はいはい、基本ね、何でもやりますね。そうですよね、はい、なんでサッカーを伊佐さんと勝負して、なるほど、僕勝てるのかなっていう。なるほどサッカーはやられたことは、の授業とかで、体育の授業とかでやったことあるレベル。ってことはもう、そう、部活に入ったりとかは全然しないし、ね、はい、見ちゃいけんですね、はい、これで僕負けたらやばいんで、ちょっと今日は絶対に勝とうかなと思ってるんですけど、はいはいはい、楽しみです。もう今日このピッチもその風水的に言うと、その方角とか、まあ、光の当たり方とかも、まあ、結構いい感じなんですか？知らん何それ急に。おうということで、はい、本日の企画はサッカー3番対決。お願いします。いや本当にこれで負けたら、はい、もう僕サッカーやってたとか言えないんですけど。僕負けれないんで、アスリートとしてそうですよ、ね、やっぱり負けれない。得意分野なんで、体にも。まあまあそうですね、さすがにサッカー僕10年ぐらいはやってたんで、さすがに勝てないです。お願いします。ではお願いします。お願いします。ということで、3番対決の1種目目がバーって対決になります。バーってされたことありますか？ないです。ないですよね、はい。まあ、この今回はペナのラインから、はい、このゴールのバーを狙っていくって感じで、まあ、僕経験者じゃないですか、はい、なんで僕2本打てます。マジですか？1でいいです。1でいいです。やば僕2本、さすがにそれは。だからこれ結構技術いると思うんで、そのさすがにちょっと同じは。でも自信あるってことですね。普通に当てれる。結構サッカー部はやっぱ部活終わりとかこうやるんですよ。だから自信はあるんで。ありがとうご飯で。はい。無理で一本あるから。はい。じゃあやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。よーいスタート。1。わあ惜しい。これ悔しいぞ。いやキック上手すぎでしょ。いやいやいや、伊佐さん待ってください。ほんまにサッカーやったことないですか？ナイス。すごいですね。いい。舐めてた。一種目目はじゃあ僕の勝利で。はい。そうですね。次頑張らな。負けられ。じゃあ次僕が勝ったらもう負けそうね。えぐいぞ。サスケ出る。いや出れないでしょ。これ多分ゴーンそのまま。行きましょうか。じゃあほんまにちょっとお願いします。はい。じゃあ大事にしてね。行きましょう。はい。ないのな。あのパンケーキとホットケーキって同じでいいですよね。全然いいっすよ。ということで第2種目目はドリブル対決です。これは走るが入るんで負けれない。そうっすよね、はい、僕もちょっと不安なんですけど、あのここにこのマーカー並んでるんで、はいはい、こう細かいタッチとかもあるんで、まあ大丈夫かなっていういい勝負なりそう。はい、もうルールはここからマーカー通ってもらって、で向こうのコーン2個あるんで8の字で回ってもらって、で帰ればもう何もなしです。全力 直線出しです。で、体がゴールした時になります。ボールだけ先に行っちゃったらあれなんで、ドリブルして体が抜けたところでゴールになります。なので最速ですね、かなり。いやいやいや、こんな遅いでしょ。もうこれやばないこれもっとさすがに。あ、いい勝負ですか？一応僕 50m この間撮影で測ったんですけど8秒ぐらい。早い。あの125キロの中では多分一番かなって。痩せたら世界記録。ということで、これはタイム。あ、いや早い早い早い。小山さん早い。あ、まだ？いやまだでしょ。今説明してる。オッケーです。おう！ということで、どうしましょう。いや、さっき行ってほしいです。見たいですね。いや怖いや。さっき行きましょうか。はい、お願いします。まあ一本目も買ってるんで、はい、ちょっと僕から行かせていただきます。お願いします。お願いします。唐揚げを食べさせてくれませんか？いや、私を好きになってくれませんかみたいに言うてるやん。ちょっと出てるよ。あ、すいません。厳しいな、はい、この審判。クラウチングスタートで。クラウチング？クラウチングスタートで。ドリブルを。はい。珍しい。いきます。いや、お腹つっかえてやりにくい。
行きます。はい、よーいスタート。はい、OK です。タイム22秒66。おっしゃ早いんか分からん。アルリ君のあのダッシュ初めて見た。ダッシュやったっすか。ダッシュやった。意外と腰高く速い人の走り方してた。あ、ほんまですか。よかった。褒められてる、ちゃんと褒められてる。走り方褒められる。じゃあ伊佐君いきましょう。はい、お願いします。それじゃあいきます。はい、よーいスタート。足裏のタッチ、足裏のタッチ。いや、アスリートやな。ほらほらほら、ほらほら、早い早い早い。ちょっと待って、怖い。ちょっと待って、無理してんちゃう。怖い。発表します。お願いします。伊佐くんのタイム20秒64。やったー。2秒。一生一回、なんとか。うわー、ここで決めた。お疲れ様でした。いや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 、どうタイムでするからですか。早っ。いやマジか、ここで決めなかったな。ラストにかかってるわ。そうですね、これでじゃあ一生一杯ですもんね。はい、も勝ちたい。そうですね。ラスト種目なんすか。ラストの種目は、はい、1対1対決になります。ワンワン。はい。これマジであれですね、アスリート対サッカー経験者の、おもろいですね。そうですね、ガチンコ勝負で。お願いします。はい、1対1は先制2点した方が勝ち。なるほど。はい、で攻守今回感じでやっていきます。はい、サッカーゴールあの日。はい、もうサッカーゴールで、キーパーにまた小山さん。ああ、なるほど。楽しみ。はい、行きましょう。お願いします。お願いします。すいません、お会計お願いします。8400円やから、1人いくらや。ガック。最終決戦でいきましょう。はい、さっき攻撃するか守備するか大事だと思う。じゃんけん。オッケーです。行きましょう。はい。最初グッ。あいこでしょ。これ決めれるんですか。はい。先攻か後攻か。で守ります。あ、さっき守備。はい。じゃあ僕さっき攻撃。はい。じゃあ行きましょう。お願いします。お願いします。体重い。おう、やば、これ決められたら終わりですよね。俺またこっちにダッシュしたら多分勝ちやな。いや違う。
オンゴール見てなかったけど入ったみたいな。チャンスチャンス。いや、これは結果よ。いや、クリアクリアしたんですよ。クリアボールが入ったらサッカーの試合で、いや、ちゃうちゃうって言っていける。え、マジか。クリアボールが変なとこ当たってゴール入って、アオンゴールですって相手に点数になる、見たことあるやんな。あるそれです。説明されてる。こんな1対1で怒るんですか。おう、めちゃめちゃクリアした。俺シュート打ってましたね、多分。シュート打ってた。めちゃいいシュートやった。サイドネットに突き刺さってた。ということで、僕のクリアミスで、2点目決まっちゃいまして。よっしゃ。伊沢さんの勝負。ラッキー。ありがとうございます。勝たせてくれた。いや、嬉しいわ。本当にクリアしようとしたんです。体が追いつかなくて。ナイスゴールやったっすね。なんかまあね、負けたということで、筋肉って何ですか。筋肉、スポーツをテーマとか、まあこうね、スポーツアスリートをテーマにした、まあ、筋肉でも何でプロテインでも何でもいい。今日はあんな失点の仕方は20個ぐらいあるなあんなわけわからない。これ YouTube めっちゃ見るけど見たことない。1対1で最後ジジに蹴り込んで終わる。だから初やから逆にでもすごいことを知ってくれたと思う。わざとじゃないから。ちゃんと焦った顔してたもん。一瞬顔真っ青になってた。あ、やってもらったじゃあ、唐揚げくんによるちょっと待って、ない筋肉ギャグです。いきます。3、2、1。広背筋からの上腕二頭筋筋筋。ずっとニュアンス一緒なんや。いろんな動画のギャグもそうっすね。